川添加穂は日本のフリーアナウンサー。元朝日放送テレビのアナウンサー。鹿児島県鹿児島市の出身で、鹿児島県立鶴丸高等学校を経て、明治大学情報コミュニケーション学部へ進学。大学時代には、フリーアナウンサーの若林健二が主催する、若林健二アナウンススクールでアナウンス技術の研鑽を積む傍ら、2012年2月から半年にわたって、 BS フジニュースの学生キャスターを務めた。その一方で、2011年の明治大学学園祭で開催された明治ガールズコレクション2011に出場し、グランプリを獲得した。大学卒業後の2014年にアナウンサーとして朝日放送に入社した。同期のアナウンサーは、広戸歩アで、入社後の7月には、ヒロドと共に朝日放送テレビの全国ネット番組。 速報。甲子園への道のキャスターに起用された。同年10月からは、おはよう朝日ですの木曜日で、半年間にわたって、コーナーキャスターを担当。朝日放送ラジオでも、道上洋蔵の健康道場の初代アシスタントや、堀江先生の堀ナビ金曜日のアシスタントを務めた。2015年3月30日からは、キャストの中継リポーターを担当。 2016年10月3日からは、北ゆかりが第一子出産の準備に入ることを背景に、北が11年半にわたって勤めてきた、おはよう朝日ですのアシスタントを引き継いだ。2017年10月6日に、朝日放送のスポーツ部で勤務する3歳年上の局員との結婚を発表。結婚後も、旧姓の川添えを放送上の名義に使いながら、 アナウンサーとしての活動を続けていた。2018年には、ピョンチャンオリンピック期間中の後半には、朝日放送代表のリポーターとして、開催地のピョンチャンへ派遣。朝日放送テレビでは、おはよう朝日です。平日版のアシスタントと、並行しながら、7月5日から、ビーバップ。ハイヒールのアシスタントを最終回まで務めた。ビーバップ。ハイヒールへの出演は、 先代のデータガールの王の里美が同年6月から報道部ニュースセンターの記者へ移動したことに伴う措置で川添によるバラエティ番組へのレギュラー出演は入社後初めてであった。おはよう朝日ですでは2020年10月改編での放送枠拡大二部構成化を機に同月5日から第一部の MC へ起用された。女性によるレギュラー MC は 番組42年の歴史で初めてであったが、MC 起用後に体調を崩したため、12月7日から休養した。自宅療養によって体調は回復したものの、番組へ復帰しないまま、自身の希望によって2021年1月31日付で、朝日放送テレビを退社した。2021年5月22日からは、故郷鹿児島県のテレビ局である南日本放送の、 ローカル情報番組、週刊1チャンネル内のコーナー、これが来てる。注目を担当。朝日放送テレビ朝日放送ラジオ CM 映画。